やばいいや、<laughs> もう絶対いる固まってるもん怖いお<ー>よろしく頼むぞ !3、2、1, 1! さ、来ました無職転生あ、また一緒にパーティー組んでんのかないや、サラちゃん 隣にいるし、いや、これちょっと今回、タイトル的にも、うーん、うまくやってるようだね。うーん、うん、泥沼ね。うん。 やば <laughs> え、サラちゃんの方からじゃんえー、どうすんだよ、ルディ。あうん、パウロ。うん、いやパンツ、神様のようにあがめてるけどね。 <laughs> 気になっちゃうね <laughs>。うん。あ <laughs> もう露骨 <laughs>。ねえ。ああ、まあ、けどルディももう分かってんじゃないこれ。うん。はー。うん。いや、ボロボロ <laughs>。うん。 デートですか一緒に行ってあデートだ。<laughs> めっちゃ積極的に来るようになったなあの一件以来。にやにや。スザンヌ姉さんにやにや。ニヤニヤ <laughs> うん。いそうだよ。よ、時間差がすげえ。え 急接近ってサラからなんだね。ああもうデートしてるよ。これどうすんのいや、この作品のことを考えると結構ね、人間臭いとこ描いてくるだろうから、ルディがここでサラちゃんに昇進心で手を出してしまっても全然、それは自然な流れなんじゃないかなとも思うんだけどね。 えー、そういう風になるのかなエリスともああいうことあったし、サラちゃんともかいや、誰があれになるんだろう、将来。この後。エリスもいて、ロキシーもいて、シルフィーもいて。いや、さすがにその三人の間に入ってくるような子ではないんじゃないかなと思うんだけど、それともこの子もこっからずっと出てくる子なのかな どうなんだろういや、かいよね。<laughs> いや、サラちゃんは可愛いよ。<laughs> やば。何話してんのかないや、いいデートしたんじゃない あ,あ二人で飲んでんだ。うん。おっきくなっちゃったのかなもしかして。うん成長著しいのかないや、エリスとかもどうなってるかね。あの子もほら、お母さんあれじゃん。次会うとき、すごいんじゃない成長。親 <laughs> 唇見てんのかな <laughs> え いや、これ、そういう流れになんのかな部屋行くとか。<laughs> やば <laughs> うん。いやー、もうチャンス。いやー、もう本当ありありでしょ。<laughs> <laughs> そんな目で見ないで。うん、やっぱね、そうなっちゃうよね。 いけ、なんかギリギリのところでルディのことだから止まりそうな気もするけどな中のあれを考えると、性格をあ。ああここで引っ込んだ。あ,あ、そういうことうん。<laughs> まあパウロのあれもしついてるしね <laughs>。いや、もう止まらないよ、サラちゃんが。 部屋くんじゃね <laughs> もうそれ。それだわ。これやっちゃうだろ。え、ルディはこれからどれくらい女性経験を積むのかなそこも気になる。いやもう、絶対できますよ。 あなたはあなたの気持ちだわ。うん。いやけど、ベッド硬そう。<laughs> なんか <laughs>。いや、もう準備おっきいじゃん。<laughs> 来てって言ってるよ、これ。もう完全に責められて <laughs>。い行きます。<laughs> いいね。 靴も脱いでるし。うん。いや、そうだよね。そこはね。うん。<laughs> これは止まらねえだろう。<laughs> ああ、エリスいないからー。うわー、どこまで描くのこれ。やべえ。んんなんだろう。ういや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 。全然音ないけど。あ 立ってないのねああいややっぱ引きずってるんだよルイリー<あ>いやーできないのね これ気まずいね。さらー。ははは、北、うん、いや、この半分どうなってんのよ。あー、もう、来ちゃってる。え好きとかじゃないの なあ、多分そういう風にあれじゃないいや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 違うでしょ、多分。ああ、やばい。乙女心。だから今の捨て台詞なんだろうな。<laughs> ケツ。ルディのケツか。あ、う、あ、ん、もう。 ああ、飲み散らかしてんのか。もうますます使い物にならないぞ。だからまだやっぱ傷は癒えてないんだろうな。<laughs> まさかまた出てくるとは。これから結構ちょくちょく関わっていくのかね。うん。いや、ゾルダートはそこら辺あれだよね。 やばいやばい、ド直球。ー殴ったよお<ー> <laughs> あけどこれで、ゾルダードと仲良くなっちゃうんじゃない逆に。 いやールディー、それはもう自分だね。 いやこんなのちょっと殴れないんじゃない彼の性格からしたら、うん。いや、ケオされてるじゃん。 え <laughs> 何それ <laughs> あんだけ突っかかってきたのに、こういうの苦手かよ。あ、<laughs> やっぱりここ、友達になっちゃうかもね。ソルダートと。<laughs> そこまで行ったらソーセージ <laughs>。ソーセージって <laughs>、うん。 いやー、そこは分かってるよねん俺でいいあー。いや、まじ、心の友になりそうだぞ。 <laughs> したんだね。そうそうずっと待たされてねえあれはびっくりだったしかも髪まで切っちゃってルイジェルドだけでもね辛かったのにね え、それは何になっちゃうの <laughs> やっぱりそこに繋がっちゃうの <laughs> うん。直す。ってことはやっぱサラとえ、プロ <laughs> そういうとこ行くのルーディー おー。まあ、けど、この作品なら全然こういうの出てきてもおかしくないわ。あら、かわいい。今の人、かわいいけど。あれ今のお姉さんじゃないそうじゃない、ね、それ、丸空きなんじゃないのこの、真ん中。 うん、早速なまずはお酒飲むのねあーやっぱ知ってるんだ泥沼うん妹あああの倒れてたいやーそんなとこでつながるんだ いや、うまいな、この人。いやー、けど、この人が救ってくれそうじゃないやば。やばいって、これ。なんかじっくり描きそうな気がする。おん。 あの脱いち,ゃう感じ <laughs> ちょっと待ってやばそういや上どうなってんの <laughs> あそんな感じなのねいやイヤホンで聞こうみんなこれ <laughs> 最高だよ <laughs> うん。 あら、やっぱダメなのかなダメ重症。うーん、どう頑張ってくれたんだろう。うん。 かな近くね近い距離になって仲良くなってもまたいなくなられたら怖いんだろうなうんうんドキシー <laughs> ゾウルちゃん 気合がいいじゃん急にほんとうん朝までいたのかなあお見送りしてくれてるねもうあの人はこれで出てこないのかな残念だわうん うん。うん。ま、言いたいことはそれだけじゃないんだろうな。うん,うん、うん。<laughs> 急にあれだね、濁す伝え方になったね。今まではストレートに何でも言えたのに <laughs> あ。ああ、早い。 <laughs> いや、違う違う <laughs>。そういう意味じゃないだろ。<laughs> 早いのね <laughs>。うん。いやー。うん。いや、義務じゃないって。それな。いやまたチャンスは巡ってくるだろ、これ。 うん、だってこれからもまた一緒に依頼とかやるんじゃないの、まあ、もう早速。うん。いるかいるんじゃないやば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 いいるかもやばい いや、もう絶対いる。固まってるもん。怖い。怖いよ。ルディー、その口閉じて。いや、もうやばい。見てらんない。うわーやべーわ終わったかも。 わあ終わった <laughs> 姉さんの一言は重い。<laughs> スザンヌにそれ言われちゃうと。<laughs> いや、ほんとそんなだよね。<laughs> いやけど、もう自分で言っちゃったから今。<laughs> 酒の力、えおいおいおい。 いや、行動が極端だわ。またそんなになっちゃうのうん。まあ、確かに、一回、あ、家ってないそこまで帰るのうん。いや、このままほっとけないだろう。う ええおーマジかってことは、さら、やっぱもう終わりか。いやー、こっちとあれか。付き合いは長くなる感じなのね。 ああ。ええー、ゾル。うん、俺も。<laughs> 俺も。<laughs> ねえ、人間ってね、ちゃんと関わってみないと分かんないとこあんだろうな。ま、けど大体第一印象で決まっちゃうよね、付き合い方って。 最初のさ、数秒とかさ。ああ、行くんだ。ああ。これでお母さんとかそこにいないのかな今から行くところに。わあ。いやあ、紗の扱いどうなっていくのかなと思ったけど、ポジション。これで終わりだよね、多分。もう。 <laughs> あんな別れ方なのけど <laughs>。いや、ほろ苦い話になっちゃったね。また一つ。いこればっかりはも,もう自分が発しちゃって聞かれちゃったし、やっちゃったことだからね。まあ納得はできるわな。エリスと違って。まあこれからまあ長い旅を通していく中でやっぱ傷が少しずつ癒えていくんじゃない で、ここにまたゾルさんがいるっていうのはね、これから結構あれだけどね、いろいろ支えてくれそうだけどね、彼の性格が、今のルディには、ちょうどいい感じだと思うんだよね。こう、ストレートにぶつかってきてくれるし、なよなよしたら一括してくれるしさ、まあ、ちょっと煩わしいとこもあるとは思うけど、元の字のルディとしては、 いやー、にしても立たなかったかー。<laughs> やっぱ本当エリスあれだよね。まあそりゃそうだろうけど。<laughs> エリスの方はどうなってんのかなそこへの視点はいつ描かれるんだろう。うん。うん。あえちょっと待って。 これどこだうーん名前入ったああ繋つながるんじゃねあ、けどまたあれか入れ違いになっちゃうのかなだってもうすぐ出かけるって話じゃん。<laughs> もう、えへえちえち。マジかよ。<laughs> いや、お前も <laughs> や、やっとけやっとけみたいな。 ういやーけど行ったところでだよしかも2人同時に相手にするつもりあなたこれでエリナ・リーゼさんが来てくれて合流するって流れにはならないんじゃないの今の感じだとまたロキシーの時と一緒だよまたエリ君の時のこのあと意外とルディとエリナ・リーゼがあってさエリナ・リーゼが直してくれるとかそんなオチはないだろうねそして次回のタイトルは「推薦状」 もうこれはさすがにちょっとわからないな、推薦状の意味は。はいというわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕の役所に対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録、まだの方はね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、動画ぶつ動お送りしました。バイバイ。